夜中に目が覚めてしまった。おしっこに行きたい。電気をつけたら眩しすぎる。ここは消していこう。さっきの眩しさで何も見えないけど、こうして壁を伝っていけば平気。しかし俺は何者かに強い衝撃を与えられ、朝には死んでいた。部屋は密室。この事件の真相は次回、ドアストッパーと小指、よろしくな。